現在1種目終わったところで10点満点でゆかトップです。さあ跳馬の1回目、今何回ひねりました？1回ですよ。1回ですか、はい、しかもひねった後に体を伸ばして着地してるんですね。まあ、この選手の悪いところ。さてボンタッシュ1回目は 9.86 に、これから2本目多分ひねりをやってしまいますね。あ、これは2回ひねりだ、はい、もうこの選手の特徴なんですね。この選手はロンダートからの2回ひねりということで、はい、まあ、1本目っていうのはまあ安全策なんでしょうか。必ず1本目は1回ひねってきますね。その2本目に2回ひねってくるという、まあ、種目別ですとこういう飛び方が今回できなくなったんですね。あの同じグループからの選択が